吉野部投手です、2020年シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。今年は奪三振のタイトルを取りましたけどもね、はいはい、最後一回出るかなっていう感じでは僕ら見てたんですけどもね、はい、そうですね、はい、まあでもね、まあ、それは来年のこともあるということになりますからね、はい、で、 まあ、でもね、今年1年見てますとやっぱりこの山本由伸投手が、オリックスの中心になって、まあ、シーズンを、まあ、ほぼ全うできたというねシーズンだったと思うんですが、振り返ってどんなシーズンでした？そうですね、うん、まあ、個人的にはやっぱ夏場とか調子がちょっと落ちた時があったんで、うん、それでは山崎颯一郎投手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミー・ジョンから明けて、はい、去年の8月でしたね、手術をしたのは。そうです、8月の、長かったですか？いや、まあ、最初は長いとは感じたんですけど、投げ始めたぐらいからはもうあっという間でした、うん、去年の8月に手術をして、はい、まあ、腱をね、移植する手術なんですが、はい、どこから取ったの？それが右の、うん、なんていうんですか、腕のところから取ったんですけど、ここがなんか、うん、はい、山田投手です。よろしくお願いします。お願いします。2020年、山田さん、はい、完走されましたね。はい、やっとね、なんとか、はい、シーズン始めから終わりまでね、はい、でも今年のシーズンって難しくなかったですか？まあ、最初コロナでちょっとあれやったんですけど、まあでも自分なりにちゃんと調整できて、3ヶ月ずれ込んだっていうのは、はい、ピッチャーの気持ちってどうなんですか？まあでも一回、うん、リセットできて、うん、でもう一回最初からやり始めたんで、はい、はい、宗選手、よろしくお願いします。2020年シーズン終わりましたけども、はい、今年どんなシーズンでした？まあ、うん、最下位で終わってしまって、僕自身も、全然納得できない成績で終わってしまったんで、はい、以上で、まあ、来年に向けていい練習が、うん、練習とか取り込みをしようと思うシーズンでした。はい、それでは杉本裕太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。2020年のシーズンが終わりましたけども、はい、今シーズンは杉本さんにとってラオウにとってどんな一年でした？最後肉離れしてしまったんですけど、まあそれまでは、まあ、シーズン途中から1軍に上げてもらって、はい、まあ、そこからは、まあ、今までで一番、試合に出ることがあって。それでは西村亮選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2020年、西村選手、どんなシーズンでした？本当イレギュラーがたくさんあったシーズンで、まあ、個人的には全然納得いかない感じだったんですけど、はい、コロナ禍の中で、まあ、野球ができたっていうことはすごい良かったかなと思います。うん、開幕が3ヶ月ずれ込みましたけども、期間っていうのは、どういうふうにしましたか？まあ、まずは、感染しないこと、自分の体調の管理を第一にしながら、まあ、自分の課題、春から課題にしてたことを、うん、まあ、特にしっかり取り組んだなと思います。トング選手です。よろしくお願いします。2020年シーズンが、終わりましたけど、はい、今年はどんなシーズンでした？まあ、去年に続いて怪我もしてしまって、うん、まあ、でも最後後半で、うん、初めて、まあ、キャッチャーとして1年目で、はいはい、で試合も出させてもらったんで、うん、まあ、そこをしっかり来年に生かしてやっていきたいなと思います。ファームの方でね、自打球を当てちゃってね、はい、骨折があったんだけども、まあ、その後しかしシーズンの後半は1軍でも活躍できたし、個人的に僕ら外から見てていいシーズンだったのかなという気がしたんですけど、ね、はい、まあ、そうですね、まあ、怪我することは一番良くないですけど、うん、